ディープフェザー級5分3ラウンド、今成正和 VS ビョン・ジェウン。ディープフェザー級 65.8 ロイカ5分3ラウンドを行います。青コーナー CM 攻撃、ジョン・ジェウン。初代ディープフェザー級チャンピオン、初代ケージレジ世界フェザー級チャンピオン、今成正和。でもいい攻撃引いてる。なおこの試合はグランド状態での透明のキック攻撃が解禁されたディープ3ラウンドルールで取り行われます。フェザー級5分3ラウンドの一戦、画面の左側ビョン・ジェウン、そして画面の右側に今成正和、緑のコスチュームが今成正和です。こちらラウンド1、さあ試合開始。いきなり行きますね。パッチ左、大丈夫そうですね、はい、スッと持ち上がりましたね。さあとりあえずあの最初のアタックは逃れましたね、ジェウン選手。さあここで落ち着いたか、和田選手、はい、この今成選手ですが、今成ですが、はい、いかがですか。そうですね、はい、相手の選手は寝技強いみたいなんですけど、しっかり研究してきたかなって。この今成シフトをちゃんと敷いてるのかという感じですね。そうですね、寝技強くても今成さんに関しては、はい、一発の足感があるんで、うんうん、寝技強いだけだと、はい、食らっちゃったりする場合があるんで。ただ寝技が強いだけじゃなくて、この対今成ようにという感じですね。そうですね、しっかり。あっと何か足が絡まっているぞ。絡まった。藤井か。さあここから足かけてくる。足がかけてくる。おっとこれも場内も大きな拍手。あ、だいぶ研究してるんじゃないですかね、これね。そうですね、ビョン・ジェウンは完全に今成を、対今成対策はバッチリなんではないでしょうかね。さあ、おい、クルチ。さあ、いった。縄ですね、しっかし落ち着いています、はい、ビョン・ジェウンも落ち着いている。ちょっとね、足を引いて、うん、かわしましたよね。隙をついて右の肘を入れてきます。しかしながらここから次の一手、この展開からすっとこう何かが飛び出してくるかもしれないという。この状態だと蹴り上げもありますからね、はい、これ何が起こるかわからないという不気味さ、やはりこの今成が持つ雰囲気なのではないでしょうか。さあどうするかですね、これ。ここからの展開ですね、はい、下手に顔を上げると蹴り上げられますね。そうですね、はい、何か違う。さあ肘を入れていく、まあ、今みたいにタイミングを見計らってパウンドを落としていくっていうのがまあ一番、はい、で対策としてはまあいいとは思うんですけど、まあ、あまりやりすぎない時に、そうですね、はい、深追いはしないという感じですね。そうですね、しっかりやってきてると思います、はい。右のローを入れながら、まずは今成が次の一手向かおうとしています。しかしこれはビョン・ジェウン、うまくここは対今成シフトは敷けているのではないでしょうか。まあ、ジェウン選手としては、ね、基本的に立ち技で、はい、打撃を当てていって、今成選手がスライディングしてきたらしっかり受け取ってパウンドを落とすと、はい、今一番ね、勝利パターンですけどね。今成の右の足を取りましたが、ここは何事もないようです。パッチに合わせて倒れ込みますからね、今成選手、はい、そうですよね、はい、足関節を取るためですね、はい、パッチに合わせて、もう倒れる、アリジュークのように、はい、タックルじゃないんですよね、はい、ああやってローキック蹴るのはすごくいい作戦だと思うんで、韓国の選手から、はいとしては序盤から何発か蹴ってるんですけど、ちょっと足感に警戒しすぎてローキックを蹴らないっていう選手多いんですけど、ここも臆せず行くっていうのがローキックは距離がある程度あれば足を蹴ってもいいと思います。あーと足を持っていった、足を持っていった、隙をついた一瞬の隙。
で。さあしかしまだこの状況はどうですか、和田選手どうでしょう。足を割っていくと思うんですけど、まだ、まだまだ大丈夫そう、不完全ですね。はい、ここはちょっともう一つ残りは1分。これはちょっとどうなんだ、見えねえ。アンクルホールみたいな感じですけど、さあ来ましたね。逃がさないとって感じですね。そうですね、一度掴んだ獲物は剥がさない。しかしここ肘ですね、ジェウンの右の肘が入っていく、まあ、あの強く入った感じしましたよね、はい。残り時間30秒、さあ残り時間が少なくなってきた。30秒、さあここはしっかりと対今成でうまくなんとかなっているのかどうなんでしょう。だから下手にやっぱ顔を上げられないですよね。上げると何かがある、はい、という。残り10秒、うん、あ今のいいですよねこれ、まあ、一度だけとか、はい、ヒットアンドウェイのような形打って安全な位置に戻るんですね、はい、細かい攻撃、肘、はい、肘パウンドが有効なんで、今成選手はあのままだと、うん、コツコツ当てられてしまうと思うんで、はい、ちょっと展開を作るためにも、はい、スタンドの状態からどう入るかっていうのが大事かなと思います、うん、ああいうセットされちゃうと、はい、なかなか取ることってなかなか難しいと思うんで、はい、スタンドの時にどう足換に入っていくかっていうのがポイントかなと思います。もう本当立ってる状態っていうのがもうスタンドの、はいはい、状態で打撃を散らして、はい、相手の技に合わせてっていう、そうですね。さあ第1ラウンドが終了しております。いやしかしながらそうですね、そのグラウンドの状態あの状態になってしまうと、まあ、もうジェウンがしっかりと、そうですね、今ディフェンスしてるっていう、って感じですよね、はい。さあセコンドアウトの声がかかりました。2ラウンド目の開始を待ちます。さあ第2ラウンドが始まります。さあここから今成がどのように持っていけるのかというところですか。まずは第2ラウンドの立ち上がり、左のフックを見せているな。ちょっと危ないですね、ヘデマルですね、はい、ジェウンのパンチも強力な印象がありますがどうでしょう。完全にノーガードですからね、しっかりともらってしまったらいくら今成といえどというところでしょうか。さあここはバックドローを見せていく、足を取っていく。さあおっとここで一つ、おっとお互いに休憩を取りましたね。いいですね、ジェウン選手もね。いやここでまあ、一瞬のうちに仲直りというところでしょうか。強圧しちゃいましたね。いいやつそうです、今のやり取りでですね、強気だけどいいやつっぽくていいですね、韓国人の選手多いですよね。いいですね、ああいう感じですね、はい。さあ一度体育座りをお互いにしましたが、しかしここで試合再開。今成選手はああいう打撃をやっぱりガンガン出していくっていうのもいい作戦だと思うんで、ちょっと足感警戒されてて、右の貝が入ったように見えましたが、突っ込んでいったのはジェイン、はい、倒れ込んでいく、その後に、はい。さあしかしこの倒れ込んで足をしっかりと絡めていこうというところですが、これはどうなんでしょう。形としてはどうなっているのか、足感かそれともジェウンか、状況としてはあそこだとパウンド打たれちゃう、そうですね、展開を変える、そこで展開を変えてあまり打たれにくい位置に、しかし強力なパンチが降り注がれます。振りかぶっています。しかし現在ジェウンの右足を取っているのが今成、これはちょっとブレイクになっちゃうんですね。この状態まだ動いてない。さあ動きが激しくなってくるのかどうだ。まだ足を離さない今成、しかしバウンドの方が強いかジェウン。さあもう一度さあここでジェウンの右腕、さあ行ったか、ね、どうだ、足を取り替えた。いやしかしここジェウンもう一度行く、
体を伸ばしたいです。足を伸ばして相手の体をもうちょっと伸ばしたいですね。まだ丸まってて足が引きつけて相手がいるんで、はい、結構でもこれは膝十字とか狙いやすい体勢だと思うんですか、うん、さあしかしここで一度じっくりと体勢を立て直そうというところなんでしょうか。しかしレフリーからのアクションのコールがかかっている。あまりここの時間が長いとブレイクがかかってしまいますが、あ、ブレイク、さあここでブレイクがかかった。ジェンは狙いましたね、ブレイクね、はい、結構強いバンドを食らいましたね今成選手は、はい、あしかしちょっとどうなんでしょう、普段からあのポーカーフェイスといった感じなんで、この効いているか効いてないかというところがあまり、さあいった、オフサオフサオフサ、ちょっと呼ばれちゃってますかね。左目の上のあたりを若干カットしているようにも見えますが、今成さあジェーンのパンチ、パウンドの雨あられ強力ですね。今成が若干受けている時間が長いですかね、これは。そうですね、これは、ね、今成選手の負けパターンに入りつつありますよね。どうやって挽回するかですね、今成選手。そうですね、際のところでトップを取ってそこから寝技を仕掛けるとかそういう動きも欲しい気はするんですけど、まあ、スタイル的にいつも下から仕掛けてるんで、はい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 、なんとも言えないんですけど。さあ残り1分を切っていますが、今成はここから次の攻めに行きたい。下から肘を入れていきます。そうですね、しかしジェウンはここはしっかりと密着をしています。先ほど1ラウンド中にあった攻撃のパターンですかね、これは。そうですね、さあ下からの肘、右の肘一発打ってまた場所に戻るような形ですが、さあここから右のパンチ細かく当てていこうというところか。さあ残りは10秒、今成がジェウンの両の手を手繰り寄せてあまり攻撃を次に受けないよといったところでしょうが、ここで第2ラウンドが終了します。まあ、あのジェウン選手も攻めきれなかったですね、はい、今成左のまぶたのあたりを若干切っているようにも見えます。さあこの2ラウンドですが、和田選手はどう見ましたか、はい、そうですね、仕掛けて、惜しいような形はあったんですけど、はい、ディフェンスしきられちゃったっていう感じですね。その、際なんかに強いパウンド食らって、はい、まあ、目の上ちょっと腫れてちょっと切れたかなっていう感じあるんですけど、はい、この展開が続くとやっぱり今成選手としては、ちょっと厳しい展開になりますね、はい、でだんだん汗もやっぱかいてきて一歩取るっていうのも なかなか難しくなってくるんで、はい、どうかなっていう最終ラウンド、この最後の5分間ですね。そうですね、はい、さあセコンドアウトの声がかかりました。3ラウンド目ファイナルラウンドゴングが鳴りました。積極的に組んでいく、さあ後ろ回し蹴りを見せながら、今成はこのラウンドはどのような攻めを相手に見せるのでありましょうか。アッパー、右のアッパーを見せていきます。しかしジェウン、ここはやはり今成対策というのはちゃんとできているのでしょうかね。右のローを入れていきます。そうですね、今のところは、飛び込んで足に来るやつをしっかりディフェンス、はい、まあ、できてるんで、頭に入ってたとは思いますね、しっかり。今井選手は自分から組みに行くっていう動きがこのラウンドあるんで、はい、しっかりいいところを持つというか、はいはい、あのテイクダウンするような形から足換につなげたら1本取るチャンスが増えると思います。そうですね、この3ラウンド今成としてはやはりこの1本、足換の1本というのも、そうですね、まあ、こういうのでいいと思うんですけど、はいはい、いい形で足につなげていくっていう、さあしかしながらこの体勢ですね、この体勢。熊久保さん、これやはり3ラウンド目の今成の動きとしてはやっぱどのようにこのジェン攻略のためには。そうですね、まあ、2ラウンドまでと違って、上の方に刺しに行ったじゃないですか、はい、そうですね、はい、ちょっと違った動きが見れましたよね、うん、取ろうという。
ロブガード無理ですよ。はどうですかね。足利はもうちょっと厳しいかもしれないですね。この今自分から組みに行ってこの今の状況なんですけど、これも 1,2 ラウンド中にあったような動き、はい、そうですね。これまたヒーヒーとかある。そうなんですよね、はい、それでとさあしかし首を回しに行きます。一旦首、そうですね、はい、そこからね、あのバックを取りに行っても、前直で決め出し合いもありましたよね、はいはい、さあ危機を感じたジェウンが一旦離れます。左のハンドが左フックいいっすね。そうですね、今必ずあのジェウンが左フックを返してくるんですよね。ここまた火が強いですね。さあ肘、縦肘から左を合わせていく。打撃から首につなげたいですね、今の選手は、いい左のフックも入ったところで、さあ一旦ゆったりとした流れがありました、空気の流れがありましたが何事もなく、さあ今なり2人とここは構えていますが、うん、やはりここは少し意表をつくような動き、もっと今まで以上に意表をつくような動きが必要なのかと感じたのでしょうかね、ここはね。前出て組みに行きたいですね、今ね、ふわふわとノーガードのままふらふらと出てまいります。ジェウンとしてはこれは罠と感じながらもという感じなんでしょうかね。まあ、あの確実に組は狙ってるんでしょうからね、はい、ジェウンもなんか様子を伺うような感じで打っていいのかなというような感じでジェウンも打ちに行くんですが、このふわっと寄ってくる今成、やはりちょっと不気味な感じがしますね、はい、打ち気にさせてね、相手を打ち気にさせてカウンターのね、あの足利を取りに行くと思うんですけど ね、 ただやっぱりここで熱くならないあたりジェウンはやはりここの今成対策はしっかりとっていうところはあるかもしれませんね。そうです ね、 ね、そういう感じしますね、はい、左まともに入ってるような感じするんですけどね。どう映るんでしょうね、お前なり選手でも全然ぶどうないしないからね、この後チャンスですね。お互いに打ち気に差しといて今の選手は組みたいですね。組みたい切れましたね。そうですか、はい、ジェウンの左のまぶたに切れました、ね、おっとジェウンの左のまぶたですね。血はそんな出てないですね、はい、まあ、切れたということだけ、さあ残り1分です。試合の残りはあと1分しかありません。残り時間を使って今成ジェンを仕留めることができるのでありましょうか。あと1回チャンスがあるからですね。そうですね、ラストチャンス、もう1回あれば右ドローから右左ランス、まともでもらいましたけどね、うん、ちょっと左がガクッとなったように見えましたが、はい、でもやっぱ出さないですよね、全く表情に出ません。最後のこの30秒もノーガード今成が近づいてくる。罠を気にするジェンは近づきはしません。それ以上さあミノロ左右まともに食らってるようにも見えるんですがね。残り10秒、左のボディ打ったら絶対入ると思うんですけど、なかなか打てないですね。さあ倒しましょう。いやこの15分間ですが、和田選手、はい、どう見ました。そうですね、しっかりディフェンスされちゃったなっていう感じですかね、今。ただ3ラウンド目の打撃戦は、今井選手の方がヒットしてたの多かったかような印象はありますね。強打はちょっともらってたんですけど、はい、ジャブとかはなんか打撃でリズムが出てたんで、ただ付き合ってくれなかった感じありますよね。それに誘いに乗ってくれなかったっていうか、ジャッジ撃青チョン。さあここでビョンジェンに1票、ドロー、ノットドローが1本入りました。青ビョンジェン2対0、難敵足利十段今成正和を下しました。いきなり超えましたね今成選手を。これはすごいですね。いや号泣ビョンジェウンです。2対0、本当に僅差という見方もあるのでしょうか。そうですね、まあ、あのね、さ最終ラウンドの、ね、米成選手の打撃を取った可能性ですね、そうですね。山田選手いかがでしたか。そうですね、まあいい選手だなっていう、寝技もしっかりできて打撃も、はい、強打もしっかり打てる、はい、
あの本当にいい選手だなと思いました。はい、まだ現在19歳ということで、ね、あ若いですね。はい、素晴らしいですね。そうですよね。これからまだまだ楽しみな選手というところですね。そうですね。まあディープは初参戦ですけどもね、はい、日本のあのグラディエーターという団体で、はい、はい、あの連勝でしてますからね。そうですね。はい、はい、で、ま、今のところ日本では負けなし。そうですね。そしてまた連勝記録、日本での連勝記録をここでまた一つ伸ばしたという形になりますが、はい、はい。今成正和 VS ビョンジェウンの試合は2対0、ビョンジェウンが今成正和を下しています。カチャ、ごめんカチャ。